聖天大戦フリーダーバグは石川県と北朗の漫画作品。1998年から1999年にかけて角川書店のエースダッシュ及び月刊エースネクストで連載された。西暦2040年に第3次世界大戦が中国大陸で勃発。人々はこの戦いを聖天大戦と呼んだ。西暦2044年。 運び屋をする主人公、五国寺大和は、高領という青年軍人から仕事の依頼を受ける。それは、彼と彼がバグと呼ぶ女を、飛空艇で、天保さんまで運ぶというものだった。だが、米国連合の追手の襲撃を受ける。戦いの最中、大和は、大和ト君という巨大ロボットに、パイロットとして登録されてしまう。大和は、嫌ヤ王なしに、 生君をめぐる争いに巻き込まれていく。宇宙のどこかで何者かに作られた球体の超巨大ロボット。小指の第一関節だけでも成人男性の身長より長い。機体に円形の透明窓があり、そこが操縦席となっている。球体がそれぞれ異なる能力を持つ。バグ一族の血を引くものしか扱えず、起動する際には登場者の血液を認識する。 一族以外のものが起動させようとすると、血液全てを吸い取ってしまうか、逆に内圧を高めて破裂させる。まだ満開だった地球にやってきて、火山活動を起こして、大気を、雨を降らして、海を作り生命を生み出した。理想の世界を作ることをプログラムされており、修正するために都市や大陸を滅ぼしたこともある。欧米連合がゼロに聖君の地から複製して作ったロボット。 オリジナルと違い、バグ一族以外の人間でも操縦できるが、性能はオリジナルに遠く及ばない。角川書店の角川コミックスエースレーベルより、全2巻が発売された。1999年5月1日、初版発行 ISBN4 から04から713,275から6,999年10月1日。 初版発行 ISBN4 から04から713299から3ありがとうございます。